I'm really happy to be able to be with you. So when Damien asked me to preach this, this little sermon from The Gospel-Centered Life, um, one of the things that made me most happy is it's an excuse to worship with you guys. So with you guys. We're so happy that this church is in the city. And, um, and our, our little team of missionaries and our church, we pray for you guys. So, um, so this, this series of sermons that I'm going to be sharing with you comes from a little book called The Gospel Centered Life. あの福音を中心とした人生という小冊子、ここに写っていますけれども、今日はこのシリーズの第一回目をお話ししたいと思います。毎週です、ね、私がここに現れてお話しするのではなくて、uh, sermon, あのシリーズでお話しさせていただくんですけれども、メッセージからメッセージに時間が空いているんですが。 それぞれはメッセージはあのー、単体で成り立っているものです。So really、前の私のメッセージはどんなだったかなと思い出す必要もあまりありません。皆さん覚えることができないので大丈夫です。そして、私は私のメッセージはどんななったかなと思い出す必要もあまりありません。 福音を中心とした人生というこの小冊子の中身を皆さんにあの教えたいというわけではないんです。あるいはそれはあの読書感想文でもありません。Really、それは本当にこの、まあ、説教といいますね、神様の教えを説くものです。S <S その一つ一つの説教、メッセージは神様からやってきます。

So I know there's a typo on the slide. I'm sorry for that.: Yeah, we really are in chapter one. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek, For in it the righteousness of God is revealed from faith for faith. as it is written, "The righteous shall live by faith." ローマ人への手紙1章16節から17節私は福音を恥としません福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です福音には神の義が掲示されていて信仰に始まり信仰に進ませるからです義人は信仰によって生きると書いてある通りです

メッセージと何かというとどういうことでしょうか word, gospel, 福音とはあの言い換えると良い知らせということができます。さあ皆さん最近何か良い知らせを聞いたでしょうか私たちの教会ではあるカップルが赤ちゃんを産みました。Right, yesterday, my favorite basketball team won. あの昨日ですね、私の応援しているバスケットボールチームが勝ちました。素晴らしいですね。<laughs> right, really、はい、嬉しいです。私たちはあの、良い知らせを聞くのは大好きです。そして私たちからも良い知らせを流すのが大好きです。Right? The, the この主の教会ですね、普遍的な主の教会は、まとめると、この 福音だ良い知らせたということが言えます said, he, he time, said, ある私のですねその日本人の友達がその福音を聞いたときに日本これはあまりにも素晴らしすぎると言ったんですねこの あの福音はですね4章からなる1つの物語で示すことができます。その4つの章からなる1つは、最初はクリエーション、創造ですね。素晴らしいこのお知らせは、神様と一緒に始まっていきます。このお知らせは、神様と一緒に始まっていきます。このお知らせは、神様と一緒に始まっていきます。 もしこの福音を私たちが知らないとするならば私たちはこの人生はもうランダムに存在しているに過ぎないと思ってしまうかもしれません。So、そのようなな人生観を持つなら私たちは

God didn create 神様はこの,あの世界の全てを作られたのは何かが必要だから作られたわけじゃないんですね。もう神様ご自身はもう満た,される満たされているお方だからです。This, this of of 完全なるお方はご自分の満ち満ちている 物の中から溢れていて、その中から完全な世界を作られました。それをご自身の作られたすべてを見たときに、それは華々よかったと聖書に書かれてあります。Because he was happy. それを見たときに、神様はあ,あ嬉しいな、幸せだなと思われたんです。A happy God. 本当に神様はあの ハこれはなんて素晴らしいものを作ったんだと喜ばれたんです。そして、男性と女性をご自身のイメージと同じように作られました。そして、素晴らしい世界に生きるようにされたんです。私たちは宇宙の単なる偶然の存在じゃないというんです。 私たちの人生,の人生は、人生の目的なく、もう目的にどうしようもなくなったような人生を生きるように神様が作られたのではないというんです。We 私たちは本当にこの素晴らしいお方を知るように作られました。この彼と一緒に歩くためにです。 そしてお互いにですね素晴らしい関係を生きるように作られました。そしてこの神様が作られた素晴らしい想像楽しむように作ら,作られたんです。皆さんも好きですかねあの指輪物語、「ロード・オブ・ザ・リング」。皆さん、好きですか見ましたか皆さん。I've like read the book、like. 10 times。There are some fans in the room.、ね、There's this scene in The Lord of the Rings where Gandalf the Wizard visits the King of Rohan.、ね、And the King had been listening to Wormtongue. 王様にえる、まあ、相談役がいたんですけどその王様はその相談役にいつも耳を傾けていたんです。そのうちにどん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 そそのかれていって自分が何者であるかということを忘れてしまいました。彼は生きることをやめてしまったんですね。He had stopped leading people. 彼は人々を導くことをもう忘れてしまいました。 あるはもう希望をなくしてしまって、ああ、ただ死ぬことばかりを待ち望んでいました。その時ですね、良い魔法使いのガンダルフが、こう、やってきたんです。そしてカーテンをですね、ばっと開きました。And, and he, um, he そして王様をですね、外にベランダに連れて行って、あの、新鮮な空気を吸わしたんです。And and said, 王様、新鮮な空気を吸ってごらんなさい。 Look at the sunlight. There's still hope. There's and and there's this moment when Gandalf said, said, King, your arms would remember their strength if you held a sword in your hand. You're a king. あなたは王様なんですよ。あなたは剣を取るようにそのような運命にあるんですよ。The, the eyes, あのシーンを思い出すでしょうか？あの目はですね。くせんでいた。目はだん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 とクリアになってメリコメリメリようになったんですね。彼は自分が何者であるかを思い出しました。<became> そして彼はもう一度生きるようになったんです。So,

Against the Creator. それは男と女が最初に神様に背を向けた時から始まってしまいました。That's called sin。それを罪と言います。instead of walking with our happy Creator and listening to his voice, <様> we, we go our own way. 神様の作り主の神様の声を聞き、共にその方と歩,み歩むよりも私たちはその方に背を向けて歩むようになってしまいました。we own even make our own gods 私たちは自分自身を、神と、あるいは他のものを神として生きるようになってしまいました。罪はは世界にこのカ,オス的なカオスををももたたららしてししてまままいますす <brings> それは霊的な死神様は、この神様の命にあふれて生きるように作られた。 人々なんですけども、カラはもう霊的な死を歩むようになってしまいました。So、is, そして、して人生はなんてつらいんだろうとか、しんどいんだろうと思うようになってしまったんですけど、その理由はこうです。私たち人は、私たちを愛してくださったこの神様、

He turn from us. 私たちが神様にそいたにもかかわらず、神様は憐れみによって私たちに近づいてくださいました。私たちは神様から離れていくにあたりするような、そのような生き方をしてしまったんです。<deserve> 私たちは自ら死に向かっていくような存在です。Sin, we 私たちは自分の罪ゆえに But God did something wonderful. In Ephesians 2, we read this And you were dead in the trespasses and sins, but God being rich in mercy, because of his great love with which he loved us, even when we were dead in our trespasses, he made us alive together with Christ. By grace you've been saved. エピソード2のカから、さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものでありしかし、憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。And so instead of turning away from us because of our rebellion, God did the opposite. He turned toward us. 私たちが背を向けたのにもかかわらず神様は帰って私たちに近づいてくださいました。そして全く真逆のことをしてくださったんです。彼はご自分の一人息子を私たちにプレゼントしてくださいました。イエス様は never r e b e 様は一度も地、ね、なる神様に背いたことがありませんでした。彼は その苦しむようなことを何もしませんでした。でも私たちの代わりにその苦しみを担ってくださったんです。そして十字架の上で死んでくださいました。そして死からよみがえり。そして今日生きてくださっておられます。私たちはこの素晴らしいですね、よみがえられた今も生きておられる神様に仕えています。 神様はですね、ご自分の一人息子を送るほど私たちを愛し,愛してくださっておられる方です。That s, that s それが素晴らしい知らせですね。そして、イエス様の弟子たちはそれをもとに世界にですね、もたらしていたんです。 でも、もっともっと実はあります。God sends His Holy Spirit into our lives。そして今です、ね、今、せれ、さま、か様さま、たしたちに聖霊様を与えてくださいました。The Holy Spirit moves toward us.He raises us from the dead。そして、聖霊様ま、たたちと、ともに、いてくださり、私たちを生きるものと、してくださっています。Even when, God, we, when we were dead in our transgressions, God made us alive. 私たちは罪の中に死んだものだったにもかかわらず、私たちを今や生きるものと変えてくださいました。神様の憐みはですね、この父なる神様にあるこの関係にもう一度戻してくださいました。The way back, it's like a road. この父なる神様に戻る道はそれはまるで道のようですね。 そし,そして、父なる神様に向かっていくための門としてイエス様が存在してくださっています。<Chapter> 4. 第4章です。<Rest oration. S 1> 回復ですね。この良い知らせは今生きている私たち、この生きている世界だけのものではないと聖書は言います。Some days it f まあ、ある時ですね私たちは人生長いなと思ったりします。時々ですね、ああ、なんて一日は長いんだと思うようなことが最近ありました。Friends, 実はですね、この、まあ、永遠の視点から見ると、私たちのこの人生はとっても短いです。もしこの良い知らせがこの短い世界 それはあんまり良い知らせとは言えないかもしれません。それは視点がとても小さくなってしまうからです。でも、聖書はこの良い知らせはもう永遠の,この死後の世界にまでもたらされるものだと約束しています。Revelation 21 points to that He will wipe away every tear from their eyes. モクシロクの21章4節5節。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださるもはや死はなく、悲しみも、叫び声も、苦しみもない。 以前のものが過ぎ去ったからである。するとミザに座っておられる方が言われた。ミよ私はすべてを新しくする。The story of the gospel, この福音は、神様が私たちの過去の何かをしてくれたという話だけではないんです。It's not even just good news about something God did in your life. A long time ago. 私たちのかつてのあの過去をですね、過去の過去の何かをまあ、罪をあがなってくれただけではないんです。そして、それだけではなく、この福音は今生きているこの現在において希望になってくださいます。え、フ riends, it is good news about what God intends to do in our lives and in this world in the future. そしてこの福音は神様がこれから私たちのためにこの未来に向かって何をしてくださるかということでもあるんです。パウロはあの興味深いコメントをローマの1の16章に残しています。彼は言うんですね。私は福音,と恥福音を恥としませんと。 もしこれが素晴らしい良い知らせだ,だったとするならば、一体誰がこれを恥とするのでしょうか well, news, s <S パウロはですね、こういうです、ね、この良い知らせは、それはあの感情を害するものにもなり得るというんです。Like、このように彼は言いました。The, the, the me, 私を福音は傷つきませんでした。But でも、人々に対して多くの人々にとってこの福音は感情を害するもの傷つけるものであるというんです例えばこう福音はこういうんですねあなたは霊的に失敗しましたね、so、誰かがあなたのために死なないといけないほどあなたはひどくですね福あの救いを必要としているんですよ If you see that about yourself, もし私たちがあその通りだと思うのであれば、福音はあ素晴らしい存在ものだと実感していくことができます。Saving, like、でも、ある人がもしこう思うならどうでしょうかあ。自分はまあまあいい人間だと思うし、そんなに悪くないと思うのなら、聖書を言うようなこの福音は、ですねその人たちを傷つけることでしょう。 聖書は福はこう言っていますね。私たちが思う以上に想像する以上に私たちはもっともっと霊的に壊れてしまっている存在ですよ。そしてそれ以上に私たちはもうはるかにはるかに愛されている存在ですよ。Paul goes on. He says that the gospel is God's power for salvation. One of the elders at our church used to take missionaries to shrines on New Year's Eve. It's a place for us to learn.

ある一人のですねその時はまだクリスチャンでない人たちがあ人でないなかったんですけどもその人がこのように言いました He is now あ、でも彼は今クリスチャンになりました、um, I noticed that people were washing their hands before they went inside 私たちの目の前でですね神社に入る前に人々がこう水手を水で清めていたんですね And I said to my friend Like why are they doing that? And 私がこう言ったんです彼らは一体何してるんですか And he said oh we're

そんな力は水にそんな力はないと思っていますけれども、まあ、あの慣例として私たちはやっているんですその通りですよ。Right? この水は私たちの罪を清める力は持っていません saying, gospel, kind of でも、パウロは言いました福音はすべての罪を洗い流す力があるんですよ。 Right, most religions are trying to do that. They're trying to, to, to symbolically wash away something. Or to get power over nature. Or to to have good luck. But in our hearts, we know that these things don't have power. でも私たちは知ってますね、心の中で、そういうものは、儀式とか水とかによって私たちは清められないと。でも、パウロはですね、今日力強く宣言していますね。福音はその力があるんですよ。Um, early, earlier I compared the gospel to the story with four chapters. 先ほどです、ね、私はこの4章からなる福音の物語を皆さんにお伝えしました。でも福音はただの物語ではありません。ただの,インフォあの情報ではありません人生。人生に対する良い見方を教えてくれるものだけでもありません。It is good news that それは福音は私たちのこの魂にですね、新しいこの,あの願いを起こしてくださるものです。そして福音は私たちが本当は何者なのかということを教えてくれます。私たちは本当に素晴らしい、この天の内なる神様の 息子たちであり、娘たちなんですよと言います。福音の素晴らしいのは、福音は私たちをまっすぐにですね、父なる神様に戻してくれる存在だからです。It, 私たちの死んでいた、霊的に死んでいた心をもう一度よみがえらせてくれるからです。 もし、イエス様は私たちが知っているなら、この福音の力は私たちのただ中にありますよと聖書は宣言します。Once Jesus said, if イエス様は言いました。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。その。 その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになりますから。この神様は私たちの中にこの福音をくださいました。そしてこの福音は流れ出て私たちの周りの人々にこう向かっていくと言います。And so the, the, the Christian life, it's not just a life of reflection or internal peace. このクリスチャンの人生というのはあの内側の平安だけのものではないと言います。それはもう他の人々、周りの人々をもう力強く愛していくことができる力だと言います。The gospel has the power to make us righteous before God. そして神様の前にこの福音はもう全く正しいものに変えてくれるものです。「right、この,神の義というものは完全であることです。」。「神の前に、正しいお方の前に、私たちも正しいものとして、立つことができるい在に変えて、くれるものとの正しいのも正しいものとして、とて、ものものです。 第2コリントの5の21でこうあります。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。Forgiven 多くの人たちがクリスチャンであることはどういうことですかと言うと、多くの人たちがそれは罪が許されることですと言います。 でも、福音とはただ許されることだけではないです。forgiveness is good.、ね、it's great news. Righteousness, it's better. <S でも、さらに、神のギト、さらに、すばらしいことです。forgiveness, it's taking away something bad. Forgiveness is taking away something bad. その悪いものをこう自分から晒らせることのような感じがありますね。でも神の義というのは、その人がもう神の義であふれ出ている状態です。多くのクリスチャンたちは神様は罪を許してくださるということを知っています、信じています。でも同時に人々は、 私は今、ゼロの,ゼロの状態にあ,りますあると思うんですね。許しは素晴らしいですね。でも、次の罪を犯すまではという感じです。皆さんがもしあの借金をしていて、誰かがその大きな借金を代わりに支払ってくれるとすれば、 借金が私はなくなくるのであ,あ素晴らしいいなととうことが言えますね until tomorrow でもあのあ、明日まではもし私,が私たちがあの借金がゼロの状態であるならばまた必要に迫られて借金をしないといけなくなる状態が来るからです。多くの人たちは神様との関係にあってそのように考えがちです。

皆さん、もしイエス様を信じておられるなら、皆さんはキリスト,ののリストにある神の義をいただいているというのです。神様のとの関係にあって罪の借金がないだけの状態ではありません。そして皆さんがいただいている神の義はもう決してなくなることがないのです。 このような見方もあります、right、now, さあ皆さん、もし神様の見顔を見るとすれば神様の表情はどのような表情でしょうかかかかどどんんなな顔ししてていいますす表情で皆見ているでで皆見るょうがか。 Most people imagine that when God looks at them, maybe He's friendly, but a little disappointed. i uh, I've done so much for her, and she keeps messing up. :例えば. 彼女のためにこんなにたくさんのことを神様はしたのに。彼女はまた、あの、それを台無しにしてしま。台無し、台無しにするような人生を送っている。Right? いつ、よくなるんだろうか。パウロは言います。 イエス様にある時に、イエス様を信じるときに、私たちは神様の義をいただいているんですよ。それは私たちの義ではなく、神様の完全な義なんです。それはプレゼントとして私たちに与えられているものです。それは聖なる神様の前にあって、私たちは完全なもの、十分なものに。 されているというんです that, それゆえに、その恵みゆえに、私たちは完全に神様に受け入れられる存在と変えられているんです。だからこそ、そのキリストの義があるからこそ、私たちは神様のスマイルをいただいているんですね。

This passage ends with this strange comment about faith. Paul even quotes this Old Testament prophet of Habakkuk. And he's saying that faith is the way that we respond to the gospel, and it's also the way that we live our daily lives as Christians. The righteous shall live by faith. So from the moment of our conversion and then all through our life until our death or until Christ returns that the Christian life is a life of faith. このクリスチャンの人生とは、その信仰の人生とは、救われたときから、そして死ぬまで、あるいはキリストが来るまで、そのような生き方、義人は信仰によって生きるというような生き方であると言います。Saying, hey, もう何千年も前の,あの旧約聖書の預言者たちも同じことを言っていますね。 私は,はあなたの試合を見ています。Um, I remember this hiking trip that I took in Shikoku with my son Garrett.So、ねえー、we were up on this high mountain ridge for about three days with our backpacks.One は、でねにでね、でハイキングに行きましたんです。 On the last day, the trail got really steep, like it went straight up. あの、and Garrett and I could see that coming, and we thought, How are we going to get up there? But somebody had attached these chains to the rocks. 鎖を持ってきてきその鎖を大きな岩にシ <And so, S 2> しと結んだんです。そして鎖をこう引っ張ることであの上に登っていきました。Gonna die この長い鎖の半分まで来たときにあの下を見ていったんで思ったんですね。あ、ah, これ落ちたら死ぬやつだな。So the chains でも幸いにもあの鎖は切れませんでした。なな、really、なぜならら大きな岩にでですすねしっかかりと固定されていた私はですねこの鎖をもう信頼しました。もうしっかりと自分,のおあの自分の体重を支えてくれ、さらに自分が持っているすごい重いバックパック、も全重心をですねこの鎖に頼りました。 信仰による人生とはそのようなものですね。それは、イエス様が私たちの罪を全部、罪と戸を取り去ってくださったという福音を信じることです。Really、彼の恵みゆえに私たちは神の前に全きもの十分な存在である。 それは今日、今日ですね、もう本当にこのイエス様の十字架と復活がこの聖なる神様を満足させるに十分だということを福音は宣言しています。 時々ですね私たちはあの怖いなと思ったりすることがあります。この頼りにしている鎖が切れたらあ私は死ぬと思うことがあります。でも皆さんに今日覚えていてほしいのがこの、その鎖は、皆さんの鎖はしっかりとイエス様という固く動かない岩、イエス様に。 結びつけられているからです。多くのクリスチャンたちが福音とはもうたくさんのルール,ルール本みたいな、ルール本みたいなものだと思ってしまいます。人生の哲学だと思ってしまうことがあります。でもそれ、そうではなく、も,うもっともっと素晴らしいことです。<え>福音とは、 私たちに救いをもたらす神の力であると心から信じます。So, uh, today, you, um, 今日、私たち、あのー、このメッセージを通してですね皆さ,んが皆さんに思うあの励ましていきたいと思うんですね。ご自分が何者であるかということをぜひですね思い出してほしいと思います。皆さんの手でですねこの 信仰のその皆さんの手でこの信仰という鎖を,です、ね、し,っかりをしっかりと握りしめてほしいと思います。神様に対する疑い、また自分の持っていたその偶像からぜひ、ね、離れていただきたいと思います。そして、この福音の,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 の希望、しっかりと。

しっかりと信じていくために、私たちはあなたが必要です。You 神様、あなたの私,私たちに対するスマイルをありがとうございます。